米の山病院は、福岡県大牟田市区の議院の十にある、社会医療法人親次会が運営する病院である、救急国事病院、全日本民主医療機関連合会に加盟している、公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院、NPO 法人卒後臨床研修評価、機構認定証発行病院、高校生の看護師体験を受け入れるなどの、 社会的活動にも積極的である。恵まれない人々、貧しい人々のための医療機関を作りたいという水田、聖一郎医師の願いで1955年1月30日に開業した水田医院も前身とし親父会グループである大牟田市内や周辺の熊本県の山間部の町にある診療所や総合病院の中核を担っている。九百六十年代には、 三池炭鉱の粉塵爆発事故による患者の検診を行うなど、三池地方の炭鉱労働者を支援していた。三井三池葬儀に参加し、労働家を作曲した荒木久氏が死去した病院でもあり、院内に石踏みが建てられている。2016年3月1日に大無田市今山より現在地に新築移転した。用地として病院駐車場と 三井鉱山米の山社宅跡地を活用している。一点前の本館、新館は、築30年以上経過し、老朽化が進行していた。JR 大牟田駅より、西鉄バス大牟田10番、米の山、または、不幸事業、米の山病院前下車。すぐ、ありがとうございます。